高校男子重量の決勝戦。上段ですね。これは今の蹴りは、左の上段回し蹴りが入りました。技ありを取りました。昨年の2位と3位の戦いです。試合開始まもなく技ありを取りました。さあ上段を狙っていく赤の中地徹、白は具志堅智樹。今もう技ありを中地選手取ったので、はい、具志堅選手の技あり以上取り返さないと勝ちはないですね。そうですね。さあこの具志堅がどう攻めていくのか、白の具志堅。この中地の上段蹴り、結構入りますね。上段蹴りが非常に、あ、少しこれはヘッドギアがずれたかもしれないですね。はい、直します。ヘッドギアを直します。残り1分となりました。本戦もう少し強く当たると技ありになったと思います。ここまで赤の中地が技ありを取っています。上段回し蹴り、これに対して白の具志堅、もう後がありませんので前に前にどんどん出ますね。具志堅選手の膝蹴りが中地の膝蹴り、具志堅の回し蹴り。さあ下段、少し中地が下がりました。上段を狙っていきます。間合いを取ります。中地左の蹴りがよく当たりますね。中地さん、そうですね。具志堅は距離を取らせないように攻めるんですが、やはり中地がこの前蹴りで距離を取っていきます。距離取った後にこの左の蹴りが上段回し蹴りが入ってきますね。これが中地のパターン。さあ具志堅は懐に飛び込んでいきたいところ。さあ突きを展開する具志堅、しかしこの中地の上段が邪魔をします。本戦が終了しました。高校男子重量の部決勝戦、赤が中地、白が具志堅。技ありを先に取ったのが中地。さあ懐に飛び込んでいきたい、そんな戦い方を見せたのが具志堅。中地は前蹴りでなかなか入れさせませんでした。判定は赤の中地が5本パーフェクトで見事高校男子重量の部制しました。初優勝です。中地徹。優勝は中地徹選手。